グスタフ3世の大冠式、カール・グスタフ・ピロは、スウェーデン生まれの肖像画家である。デンマークで働き、デンマーク王立美術院の校長も務めた。現在のセーデルマンランド県のニーショーピングに近い、ゴクサーターで生まれた。祖父は、ポーランド人で、父親のオルフ・ピロは、ドロットニングホルム宮殿で画家として働いた後、農民となった人物である。12歳で、ストックホルムの画家。 クリストマンに見習いとして送られた。1734年にドイツに修行を逃げた。1736年にスウェーデンに戻った後、スウェーデン王立美術院で学び、肖像画家のアレニウスの下で学んだ。さらにドイツに学び、フランスやオランダの画家の影響を受けた。1837年からスコーネで暮らし、スコーネの貴族の肖像画を描いた。 ここで教会の教区委員の娘と婚約するが、結婚することなく、1741年にデンマークのコペンハーゲンに移住した。1747年に婚約は法的に解消された。1741年からデンマーク王室のフレデリク五世やオーヒルイーセの一元の肖像画を描き、徴用され、デンマークで32年間、暮らすことになった。 1745年からデンマーク王立美術院の絵画の監督になり、教授を務めた後、1771年から1772年の間は美術院の校長を務めた。1759年にアウクスブルクの美術アカデミーの会員、1770年にはサンクトペテルブルクの美術アカデミーの会員に選ばれた。 クリスチャン7世の治世の1760年代の後半からドイツ生まれのヨハンフリードリヒ・ストルーエンセが摂政としてデンマークの政治において絶対的な力を誇っていたが1772年に宮廷クーデターが起こりストルーエンセは逮捕され処刑された外国人に対する反感はピローにも及び国王から無理な注文を受け1772年に 王室の仕事を辞職し、王からは国外退去を命じられた。スウェーデンに戻り、スコーネを訪れた後、ストックホルムに移った。1773年に、スウェーデン美術アカデミーの名誉会員に選ばれ、1784年にバーサ勲章を受訓した。スコーネとストックホルムを行き来する生活を続けた後、故郷のニーショーピングに住んだ。 ドロットニングホルム宮殿のエーレンシュトラールの描いたカール11世の戴冠式の絵と同じような自らの戴冠式の絵を望んだ国王グスタフ3世の依頼でグスタフ3世の戴冠式の絵を描くことになった。多くの人々が描かれる絵を描いたことがなく、また戴冠式にも出ていなかったことを理由に誇示したが王の命令に従い描かれた絵は晩年のピロの代表作となった。 1777年にスウェーデン美術院の校長に任命され、アカデミーの仕事と大冠式の絵を描くことに晩年は費やされた。1793年にストックホルムで没した。ありがとうございます。